皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではアールブヘイムメンバーの解放優先度について解説していきたいと思います。なんとなくざっくりね、レジスタ S のミソラや円環の御手を使えるつくしは早めに解放した方がいいっていうのは皆様感じているかと思いますが、具体的にどういう順番で解放していくのが効率がいいのか、そしてその理由まで語っていますので、現状なんとなく解放を進めている方やどのキャラから解放すればいいか悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。中上級者の方もね、僕の思う解放順になりますので、補足等あればコメント等いただけましたら嬉しく思います。ということで本編いってみましょう。はい、ということでアールブメンバーの解放優先度について解説します。意外かと思われるかもしれないんですけど、まず最初に解放すべきはセカンドのタツキですね。つまりキャリバーンから解放させるのがいいと思いますね。レジスタ S でも円環の御手でもファンタズム S でもないのと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、僕も最初はレジスタ S からが鉄板だよなっていうふうに思っていたんですけど、よくよく考えたらレアスキルはある程度は代用が効くっていうのと、序盤のステータスが低い状態で使用してもそこまで恩恵が得られないと判断しましたので、解放は急がなくていいかなっていうふうに思います。それよりも汎用的にかつ高水準のステータスを誇るチャームを使えるようにした方がコンテンツ攻略はかなりしやすくなると思っております。また円環の御手もレジスタ S もレジェンダリーチャームと組み合わせてこそ進化を発揮しますので、まずは使えるレジェンダリーチャームを手にすることが最優先事項だと思っております。キャリバーンの作成が終わりましたら、次はファーストのつくしを解放しましょう。これはもう普段使いできるレジェンダリーチャームを手に入れましたので、円環の御手の力も発揮しやすくなっていますし、特にギガント級コンテンツにおいてはつくしは必須になりますから、早めに解放したいところですね。しおりも円環の御手を使えるからつくしは後回しでもいいんじゃないのか、それこそミソラの後くらいでもいいんじゃないかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、しおりは確かに円環の御手は使えるんですけど、レジェンダリーチャームを持つことができないという決定的な欠点がありますので、序盤はむしろチャーム育成とかできていないのでかなり重宝しますけど、2番目のアールブを解放する頃にはある程度チャーム育成も進んでいるでしょうから、できるだけしおりには戦線を退いていただいた方が効率は良くなるかと思います。ここまで揃うだけでもかなり整ってくるかと思います。基盤は整いました。ということでようやくここからはレアスキルのために解放していきますが、その前に2つ目までは全人類同じでいいかと思いますが、ここからはレギオンコンテンツを重視したい方と、それ以外つまりどっちが優先とか特にない方、ソロコンテンツ重視したい方ですね。それによって解放すべき順番は変わります。レギオンコンテンツを最重要視する方はレジスタ S の解放を目指すより、ここでレギオン用のチャームの作成を目指した方がいいですね。ちなみに妨害と支援の方は限定チャームを用途に合わせて細かく作成することになりますので、それ以外の方たちと同じルートでいいかと思います。なのでレギオンコンテンツを最重要視する通常前衛、特殊前衛、回復の方をそれぞれ見ていきます。わかりやすいですけどね、通常前衛はアタックが欲しいですので、アタックに特化した丸宮ドワーズ、つまりセカンドのアラヤですね。特殊前衛は SP アタックが欲しいので SP アタックに特化したコルブランド、ミソラのセカンドになります。回復の方はディフェンスと SP ディフェンスが欲しいので、これまではそれらに特化したアロンダイト、セカンドの位置だったんですけど、最近実装されたセカンドの茜のタスラムはアロンダイトの上位互換ですので、回復の方はセカンドの茜の解放を目指しましょう。今からレギオンコンテンツに本格参戦する方はアロンダイトという寄り道をしなくていい分、かなり効率は上がってきてますよね。レギオン用のチャームはとりあえず1本あれば大丈夫ですので、ここからはまたそれ以外の方たちと合流することになります。タツキセカンド、ツクシファーストに続くのはミソラセカンドになります。レギオン用でコルブランドを作っている方はここをスキップしてください。ミソラファーストよりも先なのかと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、前回の持ち物検査動画でもお伝えした通り、ギガント級では役割を通常3、特殊1という風にするケースが結構ございますので、そこにどうせだったら特殊範囲衣装のミソラセカンドを採用した方が無駄がないと思いましたので、先にミソラセカンドとなります。ミソラセカンドを解放しましたら、つかさずミソラファーストの解放を目指しましょう。ここまで来ましたらダブルレジスタ S が使えますので、かなり強い動きが可能になるかと思います。世界変わりますよ。
ここまで解放するのに結構時間を要するかと思いますが、頑張って解放を進めていきましょう。最初は3ヶ月に1本くらいのペースですかね、多分。ここまで来ましたら、ソロコンテンツの基盤は整ったので、それ以外の方々もここでレギオン用のチャームを作りに行きます。何を作るかは先ほどと同じですので割愛します。支援妨害の方は、ソロを完璧にするまでは限定チャームでいいかと思いますので、ここはスキップしてください。レギオン用のチャームを作れましたら、次はソラハセカンドのフラガラッハの解放を目指していきましょう。イメージとして覚えておいてほしいのは、レアスキルよりもチャーム優先。つまりファンタズム S を取りに行くよりも、サポートアタッカーの火力を上げるために汎用的にも使えるフラガラッハを作成していきます。ギガント級でもレジェンダリーバトルでも、サポートアタッカーに火力を出してもらわないといけないシチュエーションも結構ございますので、ソロコンテンツの攻略をする上では避けては通れないかと思います。その後はくすみファーストでファンタズム S を取りに行きましょう。ここまで取れればソロコンテンツはほぼほぼ完成に近いですね。ただ特殊役割の方は炎属性弱点では通常編成を組まないといけなくなりますので、ここで丸宮ドワーズをヒュージ特性で作った方がいいかと思います。その頃にはね、炎特殊メモリアも潤沢に揃っている可能性があるのと、また新たにレジェンダリーチャームは追加されるでしょうから、それを見てからでも全然いいですけどね。ということで最後に支援妨害の方ですね。支援の方は所属しているレギオンにおいて攻撃支援と防御支援のどちらを求められているかで決めていきたいところですが、コルブランドやマルミアドワーズは後衛の方はヒュージ特性として作るのがいいかと思いますので、ヒュージ戦では使用しない防御特化型チャームをレギオン用に作るのがいいかと思います。なのでタスラムですね。ライフアシストのトレンドとも相性がいいです。妨害の方はなかなか難儀なんですよね。チャーム選びでは一択なんですけど、他の役割の方はしない、同じレジェンダリーチャームを2本作るっていうことをしないといけないんですよね。そこが他に解放していないレジェンダリーチャームがある中で、それを選択できるかっていうのが難儀なところですね。そのチャームとはキャリバーンです。妨害の方はヒュージ用に1本、レギオン用に1本キャリバーンを作ることになります。と言いますのも、妨害の需要は現在では攻撃デバフしかないので、攻撃デバフが強くない妨害の方はあまり必要とされてないんですよね。防御デバフは結構前衛が巻くことできますので、それはもちろん妨害役割の防御デバフの方が強力ですが、前衛だけの防御デバフで足りるケースも結構あります。しかも現在はかなり火力のインフレが進んでいて、20万30万の HP をワンパンでゼロにされることも珍しくないので、そうなってしまってはせっかく回復役の方がすごい回復量を誇っていたとしても、その回復を全く活かせなくなってしまいますからね。現状今は回復ゲーと言われてますけど、実は一番重要なのは攻撃デバッファーだったりします。ワンパンされるようではいくら回復量が高くても意味ないですから、ワンパンされないようにするには攻撃デバフを入れるしかないですからね。なので妨害役の方はキャリバーンが必要っていうことになります。現状妨害役をやられている方は攻撃デバフのメモリアを中心に集めるといいと思います。説明しながら解説してきましたので、順番だけまとめますね。1タスキセカンドキャリバーンですね。2つくしファースト変換の見てのためです。3レギオンコンテンツ最重要視の方は、通常の方はマルビアドワーズ、特殊の方はコルブランド、回復の方はタスラムになります。それ以外の方はミソラセカンドでレジスタ S を取りに行きましょう。4ミソラファーストレジスタ S のためですね。5ここでそれ以外の方たちもレギオン用のチャームを作ります。それぞれマルビアドワーズ、コルブランド、タスラムになります。6ソラハセカンド、フラガラッハのためですね。サポートアタッカーの火力を上げるためです。7クスミファースト、ファンタズムエースですね。8特殊の方は通常編成を組まないといけないケースがありますので、マルビアドワーズ。妨害の方、攻撃デバフがかなり重要がありますので、キャリバーンを優先します。支援の方、レギオン様においては攻撃支援に特化しているところもあるかと思いますが、マルビアドワーズ、コルブランド、キャリバーン、フラガラッハは封じ特性で作りたいですので、それとバッティングしないタスラムで防御支援特化にするのがいいかと思います。初心者の方はどの役割メモリアがどのステータスを参照しているのかわからないって方も中にはいらっしゃるかと思いますので、最後にそれを解説して終わりたいと思います。前衛通常メモリアはアタックを参照します。前衛特殊メモリアは SP アタックを参照しています。
攻撃支援メモリアは攻撃値のどちらかを参照します。例えばアタックバフをあるものはアタックを参照し、 SP アタックバフは SP アタックを参照します。防御支援メモリア、防御値を参照します。ディフェンスバフはディフェンス、 SP ディフェンスバフは SP ディフェンスといった形ですね。攻撃妨害メモリア、攻撃値を参照します。アタックダウンならアタック、 SP アタックダウンなら SP アタックを参照します。防御妨害メモリア、防御値を参照します。ディフェンスダウンならディフェンス、 SP ディフェンスダウンなら SP ディフェンスを参照します。回復メモリア、ディフェンス、 SP ディフェンスの合計値を参照していますっていう感じですね。これを理解できればどのチャームを作ればいいのか、どのように育成したらいいのか見えてきますので覚えていきましょう。以上、アールブ解放優先度を解説してきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか。とりあえず強いって言われてるものから解放するっていうところから、ちゃんとコンテンツの流れまで意識して解放するっていうところに落とし込めたのではないかと思っております。今回の説明でもしわからない箇所ございましたら、遠慮なくコメントいただけましたら幸いです。ということで今回の動画は以上となります。これからもアサルトリリーに関する動画上げていきますので、応援していただけると嬉しく思います。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。それでは皆様ごきげんよう。